信仰して2年になります。ご主人は新人してから1年経つ。ところが新人してから家に帰らなくなった。ところが一生懸命に作曲もし闘争もしやっているんですが、だんだん遅く帰るようになり、最近では帰らなくなってしまった。どうしたわけでしょうか。おいおい、これは新人に聞いた方が早い。嫌われたんだね。違うか。うん、スライの会長がね、面白いことを言ってるね。女房が浮気したりさ、亭主が浮気すると大抵初代のところで文句いろいろ言ってくんだ。うちの姉さんはこうだとか、うちの女房はこうだとか。そうすると初代は色を変えて怒るんだ。バカ、自分の亭主をよその女に取られるバカだって言うんだ。ね、都会行ってこい。本当だよ。自分の亭主をよその女に取られるバカあるか言ったよ、女大臣。また自分の女房をよその男に取られるバカあるか言ったよ。これは初代の会社の意見だ。俺じゃねえと。諸君がこの採決どうしてる。初代の意見を申しますか。ねえ、自分の女房を取られたり自分の亭主を取られるのはよっぽどおかしいんだよ、ね、今奥さんのご意見のようだけど、あ、帰ってくるとグーズ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 言うんだ ね。あんた昨日どうしたの。おとといどこ行ってたの。そうすると親父の方が嫌になってくるよ、ね、みんな時におでんでも作ってさ、あんた召し上がって。なんでどこまで入るの。お豆腐はいかがとか。ねえ、なんとなく自分の気が良くなってくるね。それやらないから見事になっちゃうんだよ。あんたどこ行ったの。僕だって帰りたくなくなるよ。男の頃はね、させてもらわにはなりませんな。今の質問はそんなもんじゃないのかい。明日から帰ったらおでんを作って安いんだ、買ってくれ。金がねえだろうからがんもどきに。あなた召し上がる。大丈夫大丈夫。あすかよ、それをやってごらんなさい。ブー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 言ってるからね、女の子がね、うるさいで。もうブー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 って言うやつ。もういや、ここに女の人はいませんからいいけどね。もうグズ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 やるから大抵嫌になっちゃうんだよ、男の方はね。だからそれをやめれば帰ってきますよ。以上は。